それでは続きまして、第2部の基調講演に移らせていただきます。東アジア文化都市の到達点と今後の課題と題しまして、文化庁、文化創造アナリスト、金沢清稜大学、佐々木正幸特任教授よりご講演申し上げます。それでは佐々木先生、どうぞよろしくお願いいたします。 あ、皆さんこんにちは。えー、佐々木でございます。えー、それではあの早速、えー、基調講演を行います。えー、今般のですね、あのシンポジウムは文化庁と同志社大学の共同研究事業の一環として、えー、行われております。えー、先ほど近藤先生がお話になりましたように。 東アジア文化都市は7年間の実績がございますがこれを現段階で総括をしてそして今後の課題あるいは問題点を克服するかということについて議論を深めたいというものであります、えー、既に経緯についてはお話がありましたのでここは割愛いたしますが 2011年の奈良における日中間文化大臣会合において日本側からこの事業を提案したということがまず思い出されますそしてこの東アジア文化都市をどのような形にするかということについて私やこの後モデレーターをされます大下先生 の方で具体的に3つの目的に絞りましてそして事業を展開しようということにいたしましたでその時にやはり先輩閣の欧州文化首都ですねこれは1985年から開催されておりましてもうすでに30年近いあるいは30年以上ですね実績がございます。で 東アジア文化都市と欧州文化市との大きな違いは何かというと EU というですね国を超える広域の政治体が欧州にもあるでそのもとで各国が都市を選定していくこのフレームがしっかりしているということですしかしアジアの場合は 日本、中国、韓国それぞれの国が話し合ってそれぞれの都市を選んできているそして毎年一定のフレームの下で事業を展開しているこの違いがございますいずれ EU のような国境が低くなってそして都市が国を超える力を持つような、まあ、そういう時代が来るかもしれません。 まあその時にですね東アジア文化都市というのはさらに多様な展開の可能性があると考えられます。で2014年から具体的にこの一覧表に示しておりますが2020年から今年2021年にかけましてはコロナの新型コロナの問題がございましたので日本と韓国は 2020の,その開催都市がそのまま21年も持ち越してです、ね、開催すると中国の場合はそれに対して、えーまあ、合計3つになりますが、えーまあ、結局中国は大変大きな国ですから都市の数も多いということもあってです、ねえー、開催都市があの多いという違いがございます。 で私があの2014年から具体的に開催都市についていろいろな形で実行委員会に加わったりあるいはアドバイザーであったりですねしてきましたでそれぞれの都市この後発表がありますが私なりにですね簡単にずっとその紹介しておきたいと思います。 でトップバッターはやはりですねあの明治維新の少し前ですね日本の開港鎖国から開国に向かうこの時点でできた都市横浜これが東アジアの文化都市という意味でもトップバッターであるということはそれなりの歴史性というものを えー、感じるところでありますそしてこの時に横浜市がコア事業においたのは横浜トリエンナーレという現代アートの、えー、展示会ですねでしかもですね、えー、これは200 2001年から3年に1回開催されてきたこの事業をコアにして展開してきたという特徴がございます。 えー、それから2番手は、えー、日本海側の開港都市ですね明治維新ですね開港5都市がありますで日本海側の開港都市としては新潟市が、えー、有力な都市でございまして、えー、横浜の後新潟がバトンを受けたというのも、えー、非常に歴史的にやはり意味があったと思いますそして新潟の場合は 中国、韓国の総領事館がどちらも新潟市に一致しているという長所がございましてそこでこの開催にあたって2つの領事館がです、ね、独自にです、ね、事業を展開されて今も継続しているというこういうあの成果がございます。そして3番目は 日本の歴史都市、えー、1,300年を超える、えー、都市の歴史を持ちます奈良市が、えーまあ、ここはやはり日中間文化大臣会合でも、うん、活躍をされましたので、えー、奈良市が、えー、登場いたしました。でここの取り組みの特徴は、えー、歴史的な遺跡あるいは寺院あるいは神社 こういったあ、まあ、ヘリテージですねこの中で現代アートを展開するという、まあ、大変ですね、えー、チャレンジングな試みが行われまして「えー、コトホグなら」と読みますが、えー、これはあの非常に見応えのあるものでした、えー、大阪を代表する維新派というです、ね、現代演劇のグループの最後の作品が この大黒殿の前で行われたと野外劇ですねと、えー、いうことでございましたそして、えー、この京都市が奈良の後、バトンを受けた、えー、いよいよ、うん、文化庁の京都移転が目前に迫ってくるという段階で、えー、京都市が、えー、総力を挙げて取り組まれたというもので、えー、ございましたでこの時にですね、うん 京都では3年に1回日中間文化大臣会合が開かれそれに合わせてそれまでの開催都市の市長さんを集まってもらってさらに東南アジア ASEAN アア文化都市の関係者にも集まってもらって市長サミットを初めて開催いたしました。 でそこで、えー、京都宣言というものをおまとめております。えー、イベント事業的にはユネスコ文化遺産であります二条城です。でここの中で現代アートを展示するということで、えー、これも非常にあの印象的な事業になりました。えー、西国さんという、 あの中国の泉州市出身の現代アーティストがいますが、まあ、彼が2014年の時は泉州市のオープニングに登場いたしましてこれからは「フ r o ムアーム s to a アート」ですね武器から芸術へと武器を捨ててこれから芸術でアジア一緒になりましょうとこういうメッセージを述べられたのは非常に印象深く思っておりますがこの 最高気象さんは奈良でも京都でもですね彼の作品が展示されるということになりましたでこ,こちらが京都宣言の3つの要素でございましてこの中にですね今後アジア文化都市サミットを継続的に開催していこうということが書き込まれておりますそして、これは、 北九州市においてもこのそのような準備を今されているということになりまして、えー、こういった成果をですね、えー、引き継いでいきたいとおいただきたいと思います。その次に登場したのが、えー、ユネスコ創造都市でもあります金沢市でございます。で金沢の場合には 非常にポイントを絞った取り組みをされました。それは金沢が最も特徴とする得意とする工芸、工芸に一つ軸を置いて工芸に建築とか現代アートを掛け合わせる工芸かけるプロジェクトというものが行われ、世界工芸文化首都を目指すという事業展開でございました。ご承知のように昨年秋に国立工芸館が 金沢にオープンしておりますがこういう流れの中で、えー、都市戦略の中に位置づいた事業であったという特徴があります。えー、2019年は2020の、まあ、オリンピックを前提に置きながら東京豊島区が開催いたしまして、えー、これは高野区長にお祝いに駆けつけた 写真なんですけれども、えー、豊島区は東京都の中で消滅可能都市と言われていたでこれを芸術によって発展させようという国際アーートカルチャー都市という展開ですね、えー、この中で取り組まれでそして私は非常に印象深く思うのは主にこれまで開催したところは既存の文化施設を使った ソフト事業なんですが豊島区は一気に文化、えー、施設も新たに作ってしまうということで、えー、ハードとソフトの一体型の事業に、えー、これをまあ成功させ、えー、そして、えー、これからは SDGs の未来都市という流れがございましたで、えー、2020から21にかけての北九州でございますが、えー このコロナ禍の下でどういう新しい取り組みができるのかということで大いに私どもは期待をしております。特にアーツ・フォー・ SDGs 文字通り先ほど近藤先生も言われましたが東洋の思想というのは自然と融合する 自然を克服するという西洋の人に対して自然と融合するというそういう思想価値観を持っておりますが文字通り SDGs という国連が掲げる大目標というのは東洋的な思想というものがもっと前に出る必要があるということから言った場合に東アジア文化都市の中で芸術と SDGs この接点を探っていく。 っていうまあこういう事業ですね。これは大変あの意味があるものだと思っています。まあこのように駆け足で、えー、見てまいりましたが、えー、この東アジア分割推し事業の、まあ、成果をですね、三点にまとめておきますとこのようなことが言えると思います。まあとりわけこのお2000年代に入って東アジアにおける 国境をめぐる問題あるいは歴史認識をめぐる問題で大変激しい対立がありました。にもかかわらずその中で東アジア文化都市という文化による都市交流でこれは参加都市の市長市民関係者の大変な努力の中で大きな前進をしてきたこれは間違いのないことだと思います。でそれによって 東アジアの平和と持続的発展というものが少しずつ着実に進歩してきている。で欧州文化首都の事業に比べてアジアにおける特徴は何かといいますが毎年選ばれた3つの都市が相互に交流事業を行うと。 相互の文化交流事業というものが行われてきたということだろうと思います。これが欧州文化史と異なる東アア文化都市の積極的な特徴だと考えられます。で先ほど一覧表で見ましたように7年間で21都市で実は今年度 中国がさらに2つ加わりますので23都市といった方がいいかもしれません、えー、に拡大しておりまして、えー、開催都市がどんどん増えておりますでそうするとですねの、えー、開催したその都市それはかなり力が入るんですがその後継続的にこの事業を展開させるということでは まだまだ課題が残っておりますし、えー、予算の面でも非常に厳しいものがあります、えー、そして開催同じ年に開催する都市は相互に交流いたしますが過去の開催が異なるですね、えー、都市の間の交流というのはまだなかなか十分に展開できないでおるということでありますそして 東アジア文化都市という事業そのもののブランドイメージもまだまだ全国的な浸透になっていないという課題があるかと思います。でこれからさらに ASEAN アア文化都市や欧州文化首都との連携をどのように進めていくのかそして京都の宣言こういったものを踏まえた 具体的な活動ですね会議の設置こういったことが課題として浮かんでおります。でこういう中で短期と中長期に分けて具体的な課題を整理しておきたいと思います。な、ま、ん、あ、といっても現在直面しておりますウィズ・コロナあるいはビヨンド・コロナに向けた文化交流事業というものを どういった形で進めたらいいのかこれまでは相互に三都市の文化関係者あるいは青年たちが実際に現地を訪れて対面の交流が行いましたしかし昨年はそうしたものはなかなかうまくいきませんでおそらく遠隔、まあ、リモートでオンラインでということにならざるを得ない こういう中でどうしたらですねコロナ時代にふさわしい交流が身を結ぶのかということについてお互いに研究し挑戦していくという課題があると思います。それから連携やネットワークのあり方についてこれまでさまざまな意見が ありました例えば中国や韓国の開催都市からは東アジア都市連盟というです、ね、そういうです、ね、しっかりしたもの単体をです、ね、作ったらどうかあるいは日本側からはもう少し緩やかな都市ネットワーク共通の都市交流のプラットフォームというものができないかいろんな案が出ているのですが。 まだこれについて具体的な姿まで到達していないという段階でございます。それから、まあ、特に日本側からいたしますと東アジア文化都市の開催これはあの立候補が前提で文化庁の方で国の方で認定いたしますがこのタイミングがですね 欧州文化史とのように4年も5年前から決まっているわけじゃないので準備期間が非常に短いという問題があったりいたしますし共通のブランドイメージあるいはロゴマークというものもまだまだ整備されておりません。ということでですね各種の今後の事業展開においての課題がございます。 それから中長期的に取り組んでいく場合に何が重要になっているかということを申しますと一つはやはりこの事業は国三国が行う都市の文化交流事業でございます。そそしてての文化交流事業にについて近藤先生がが言われたように国具体 的にこれをしかし国の財政支援というものが十分あるかというとこれは特に中国韓国に比べると日本の政府は相対的に少ないのではないかそういたしますとこれまで開催してきた都市これは比較的財政力の強いそして 自治体の職員の上でもマンパワーの多いそういう都市でございますのでなんとか開催をし継続事業も展開してきたしかしこれから先により小さな都市が東アジア文化都市事業を展開するとなるとこれまでのような国の財政支援のレベルでは少し 開催が困難ではないか、えー、EU などは今非常に小さな都市が欧州文化都市としての事業を展開しておりまして EU の支援がしっかりり行われておりますそういった面で、えー、この後の議論でもこういった問題が出るんではないかと思います。えー、それから特にこれからの課題は若者による文化交流これを まあ、ビヨンドコロナですねコロナを超えてどのように展開していくのかそしてさらに、えー、アジアをベースに取り組んでおりますが東南アジア、ASEAN アアですねあるいは欧州文化都市こことの連携を将来的にどのように進めるか、えー、こういった課題が横たわっていると思います。 でそして現在やはり国連が2030年までに掲げております SDGs ですね。でこの、うん、大きなテーマ大テーマですがこれと文化によるその SDGs への接近都市をベースにしたこういったことがとりわけ、えー、アジアにおける自然との 融合あるいは自然を深く理解していくというアジアの価値観分あるいは思想というものの具体化として東アジア文化都市事業を通じた SDGs への貢献とそれを軸にした持続可能な都市の模索ということがこれからの課題としてある。 こういったことをですね、我々は追求していくということになるのではないかと思います。えー、少し駆け足ですが、以上でこれからの私の話,話を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。佐々木先生、ありがとうございました。